青木和夫による自動書。1997年12月に金の星社から刊行。以降、コミック化やアニメ映画化、ドラマ化もされており、2005年には文芸書版として刊行されている。原作は65万部、文芸書版は50万部を突破。アスカは母、静代の精神的虐待を受け続けていたが、それでも母に愛されたいと思っていた。 しかし、アスカの11歳の誕生日に、兄、ナオトから暴言を吐かれ、その直後に、母親の非常な言葉を聞いたショックから声を失ってしまう。生まれてこない方が良かったとまで思うほど追い詰められる。アスカだったが、祖父母の無償の愛によって、心の傷を癒し、人々との出会いや別れによって、多くのことを学び、成長していく。そして、アスカのその姿を見て、 アスカを帰り見ようとしなかった家族も、自分たちの過ちに気づき、自分自身の心を見つめ直し、アスカのことを受け入れていくようになる。宇都宮の祖父母の家には、春のなおとアスカの誕生記念の木が植えてあるが、静代の木はない。静代が生まれた日に、春野の,の手術があり木を植えることができなかったというのが、理由であり。 その後も改めて植えることもしなかったことから、いかに彼らが春野のことにばかり目が行っていたかを表している。文芸書版では、アスカが療養を終えた後、静代の誕生の木として、拳を植えようとする描写が登場する。静代は一度だけ両親との団らを過ごしたことがあったが、その際入院中の春野の既得の連絡を受けた。静代は、 自分と両親との数少ない団らんを両親が病院に行くことでぶち壊されるのが嫌だったため、両親にそのことを告げなかった。結果、春野は家族に見取られず、一人で亡くなり、この団らんを最後にしずは好物だった水蜜桃を食べなくなり、桃が嫌いになる。1999年に公開。2007年1月22日から同年1月26日まで。 NHKFM の青春アドベンチャーで、ハッピーバースデーというタイトルで放送された。ストーリーは文芸書版を元にしている。株式会社フリーダムエンタテインメントによって、2007年7月13日の九州の学校巡演を皮切りにスタートした。この作品には、ミュージカル版とストレートプレイ版が存在し、ミュージカル版は自動書版がベースとなっており、ストレートプレイ版は 文芸書版がベースとなっている。2008年11月に第1回福岡市民参加型ミュージカルとして始まった市民参加型ミュージカルは2010年に第2回福岡市民参加型ミュージカル、2011年には東京都民参加型ミュージカルとして発展している。神奈川県で11月の児童虐待防止推進月間で行われ、他に春先の時期や 他の県でも講演されている。出演者はすべて県プロダクション所属の声優及び付属養成所の研修生。いずれもチャリティによるもので収益金は神奈川子供未来ファンドほか、に寄付されている。2009年11月20日よりオーディオブック配信サービスのフィービーより配信。 2009年11月21日の21時23時10分に、富士テレビ開局50周年3夜連続スペシャル、探そう。日本人の忘れ物第2夜の位置づけで、かつ、ハッピーバースデーというタイトルのスペシャルドラマとして、土曜プレミアム枠内で放送された。視聴率10.9%。2016年11月9日から2016年11月15日に、 アトリエファンファーレ公演時にて公演。マスターピースシアター企画制作、株式会社スタンダードソング主催で、朗読、芝居、映像、音楽の要素を融合した演出で舞台化された。金の発射版 44P ハットキンの星写版 161P189P アスカは、精神的虐待を受けていたが、大輔が受けていたのは主に身体的虐待だった。 金の聖者版 147P、文芸書版 171P、ハット金の聖者版 148P。当初引き続きガイデンが出演予定だったが、ガイデン自身の都合で交番となった。ありがとうございます。